はい、皆さんお元気にアルゼンチン単語練習されていらっしゃいますか？今回はですね、なかなかリアルで生々しいタイトルなんですけども、まあ現実ね、こういう問題もあると思うので、これをレッスンしたいと思います。そして私一人語りのレッスンではちょっと心細い思いもしますので、最初に映像をつけてあります。映像のですね、3分の1ぐらいの一番最初の部分がサリダの8歩になっておりますので、まあ、今回はこれを踊る女性を想定してレッスンになります。まあ初級の女性がですね、こういうのを踊った時、一緒に踊る男性がですね、非常になんかこう、重いと感じるような、そういう、まあ踊り方の改善レッスンですね。ではお楽しみください。はい、こんにちは、ダンサー内藤でございます。今日はですね、まあ、結構ね、タイトルがリアルで生々しいんですけども、5人に1人はいる、動きが重い女性のために手を差し伸べる解決コーナーですね。まあもちろんですね、例えば団体レッスンとかね、パーティーとかで、レベルにもよりますね。上級の結構上手な人ばかりだとね、そんな5人に1人とかじゃなくて、まあ、10人に1人であったりしますし、初心者のね、初めての人対象なんかの、団体レッスンですと、それはもう5人中3人ぐらいがね、まあ、何もまだ経験とか意味もわからないわけですから、経験もなくてどうしたらいいかというね、こともわからないわけですから、すごく重かったりとかね、体重が重いというのではなくて動きが重い、ね、まあ、特に男性とかね、そういう方はそういう感じがわかると思うんですけれどもね、そういうのの解決を頑張ってしてみたいと思います。これは別に体重が重いとかと関係なしにですね、動きがすごく重いというのがあるわけですし、結局女性はですね、あまりこうスースー動いたりするとダメ、男性のリードを感じて、半ば男性のリードで少し押されるような感じで動くんだよと、先生自体もおっしゃったりしますからね、そういうふうにレッスン、よくある感じですね。ですから、あんまり女性が勝手にスースー動くんではない場合もあるわけですけども、それで重くなってしまう、ちょっと勘違いして重くなっている場合もありますが、まず、じゃあどんどんやっていきますね。まずそういう方は別の動画でもレッスンしましたように、ハイヒールね、単語シューズは結構こうピンヒールで高かったりね、8センチから10センチぐらいあったりする、まあ、そういうのを最初から履かないことですね。やはり平底というかね、こういう普通の靴とか、もしくはなんていうかな、昔風に言うと体育館の上履きのようなね、ヒールがないようなね、そういう、もちろんフロアの上で靴下とかでも結構ですけどもね、まあ団体とかね、同好会で皆さんがハイヒール履いてるのに自分だけ靴下でやるっていうわけもいかないと思うので、まあうちとかですね、もうちょっとカジュアルなね、休み時間とかにそういうのされるんですね、もうハイヒールを履くとそれだけでも動けませんから、すごいことになってしまいます。私も女性のパートを理解するというか、そのハイヒールで練習しますけどもね、ピンヒールでね。ですからもう普通のあまりヒールが高くない普通の靴とか靴下でまずしましょう。そしてとにかく歩くのがもう基本ですから、歩く動きが基本なんですね。歩く動きっていうのは、上半身はほとんど力はいりません。こう下半身のというか足ですね、足をしっかりこう踏み出して歩く、
道を歩いている人が、例えばこんな感じで歩いていると、あの人ちょっと足が悪いんじゃないかとかね、なんか変な感じですもんね。これだとね、ちゃんと普通に振り出して、でこれはダンスの場合も全く一緒で、これを覚えておくといいですね。男性も女性も、もうどの種目もですね、私がやっているリンディーホップとか社交ダンス、ルンバ、チャチャチャ、ワルツ、タンゴも全部一緒ですけれども、この足をちゃんと振り出して、ある程度軽快に軽く動くと、これが本質なので、こういうふうに見えない歩き方をすると、さっきのお見せした、さっきお見せしたような感じでちょっと変に違和感を感じるんですね。だから例えばアルゼンチンタンゴもそうですが、アルゼンチンタンゴは別にこんなふうに軽快には、ね、足を振り出さないんですけども、ただ男性もそうですけども、例えばこんなふうに言ったら、なんかこうね、床掃除をしているような感じで変じゃありませんか。女性もそうですね、あまりこんなふうに言ったらね、いかに男性のリードを感じて、ね、少し押される感じでなんて言ってもね、だから本質的にはちゃんと足を振り出して、スパッスパッとね、こういうふうに、ね、もう本当にこの回答を言ってしまっているような状態ですけども、こういうふうに動かないと、足がね悪いんじゃないかとか、変なふうに違和感を覚えるんですね。じゃあ早速ね、どんどん実技いきましょう。先ほども言いましたように、ハイヒールじゃない靴で、とにかくこういうふうにまず歩いてみる。全身はいつでも日々歩いてますからね、いいですが、まず横へ行くときですね、横へ行くときも、あまりこう妙にね、こういうふうになっちゃったり、初めての方はしますので、とりあえず靴からしっかり出して、ボン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 、ね、靴からしっかり出してステップ、ね、ステップして乗る、ね、例えば練習ですけど揃えて乗る、ね、もちろんさらに横へ行ってもいいですよね。全部横横、まあ、交代みたいになりますけどね。そして交代ですね、交代もスパスパとりあえず行けばいいので、靴から出してボン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 と、まずこれをしっかり練習するといいですね。交代は普段の暮らしにありませんので、例えば靴の振り出しが、足の振り出しが遅いと倒れてしまいます。または器用な人はそういうことを聞いて分かったってんで、靴から出しすぎたりね、でも多少アルゼンチンタンゴの場合、女性は、ね、少し前傾になる感じですから、ね、気持ちこういう感じになるわけですが、最初からあまりこういうのを真似せずに、まずは、ね、ズン、ね、足を出したら乗る、ねね、足を振り出して乗る、振り出して乗る、これをしっかり練習されるといいですね。分からなくなったら、歩いてる感じが原点、大原点ですから、一番大元ですからね。その時にこう振り出して乗る、足を振り出して乗る、振り出して乗る、振り出して乗る、これを横も後退も全部当てはめればいいんですね。横行く時も体と一緒に足が出るとこんな風になっちゃいますから、歩くとき必ず足から振り出すように、足から振り出してステップ、ツッツッね。ではサリバをやってみましょうね。まずですから、そういう重い、でも重い動きが重い人というのは自分で自覚してない場合も多いので、男性とかね、こう組むときに、私もそうですが、男性がね、あの人動きが重いから、腕とか偉いからね、嫌だなという感じをちょこっと、受けますよね。正直
生々しい話ですけどね。だけど本人はいたってあんまり自覚してないので、堂々とその重い状態をやってくださるので困りものっていうのもあるので、まあ、ただだからといってあんた重いよと言いづらいじゃありませんか。まあそういう時はこの僕の動画をさりげなくこれ勉強になるよと言って渡すのも一つの手ですね。ですからまあ本人が自覚しないことにはね、当然本人も自覚がなければ練習しないわけですからね。まあとはいうものの、どんどんレッスンを進めますね。だから何度も言いましたように、まず軽快に足を動かすのが望ましいので、じゃあサイダーを今日は行きますからね。ですからまず横にズドンとこうね、そしてズドンと乗る、そして乗る乗る、ね、そしてベースを後ろに乗る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 、とにかく本質はこれなので、さあね、いきなりこう、ね、床掃除のようにすり足とかでやらないことですね。ですからもう一遍しましょうね。もう簡単ですよね。足をしっかり振り出してズドン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 、ね、とにかく歩くように振る舞えばいいですよね。そうするとね、これを見ると例えば足は揃えなくていいのかとか思われると思いますが、足を揃えたり少しね、まあ、セクシーにというか優しくこうするようなね、フロアを、擦るというか軽くさーっとするようにね行くのはあくまで飾りなんですね。だからさっきも言ったように本質的にはこういう風にね、こういう風に普通に歩くようにしっかり体重が今ここで乗ったという風になるわけですが、それをあまり乱暴にするのではなくて、ちゃんとこういう風にね、ちょっとすり足になるような感じで丁寧にこう行くわけですね。そこに騙されてしまうのでね。では今のをしましたら少しそういうのを加えてみましょうね。少しでここで乗る、寄せる、そして乗る、寄せる、乗る、よね、そしてまあこれはクロスですからここで乗る、でまたスーッとね、この立っている足を支え足ね、支え足で床を少し押しながら用意して、そして乗る、そしてこれもそうね、横行く時も足をスススーッといってね、スススーッといってから乗る、そして揃える、そしてこんな感じで練習されるといいですね。とにかく、ね、しっかり体重をここで乗せる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 、これが本質なのでこれをしっかり練習してくださいね。はい、今日はここまでです。はい、皆様ご視聴誠にありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回は、第1部といいますかね、サリダの部分を説明しましたが、まあ全部一緒で、とにかく足を少し持ち上げて歩くときのようにスパッスパッスパッと体重移動していけばいいんですね。で、それをいかにも持ち上げてボテッとつくのではなくて、飾りをつけて少し足を滑らせるような感じね。そういうふうにすればいいのですよ。ね、それならばとっても簡単ですよね。では、
チャンネル登録もよろしくね。